ちょうどこんな雨の降る放課後だったそうよ。なんかすんごい声出した人がいるね。お前らみんなして笑うなよ。おかしい。委員長が怪談マニアなんてどうかと思うんだ。男の子で今の悲鳴もどうかと思うな。うわぁ、よしき、この野郎。はいはい、じゃれないじゃれない。もう7時か。雨全然止まないな。しげに、傘なら私の置き傘貸してあげるから大丈夫だよ。そうか、助かるな。あれ、停電か。うそ。
まだ残ってるの。そろそろ帰る準備しなさい。なんちゃって。楽しそうね。どう？片付け進んでる？ゆい先生。あれ、ゆか、どうしたんだお前。お兄ちゃん。君が傘を忘れているからってわざわざ届けに来てくれたみたいよ。よーし、じゃあ助っ人が2人増えたことだし、さっさと文化祭の片付けやっちゃおっか。はい、じゃあみんなお疲れ様でした。明日からの連休、無茶しすぎないようにね。
それじゃあ行くよ。みんなも唱えてね。幸子さんお願いします。お、9回だよ。Thank you.
どうなってるのよ。